鳥氏は、杉義春による日本の漫画作品。1985年12月にコミック枠7に発表された短編漫画作品で連作シリーズ、無能の人の第3話。杉48歳の作品。無能の人シリーズは、石を売る、無能の人、鳥氏、単位修行、カメラを売る、蒸発と全6作からなる。杉義春の現在における最後の作品である。 別っりから逆に数えて7作目に当たる作品で連作シリーズ無能の人を構成する作品の一つ。滅多に人の来ない、路地裏のは朝鮮門のプライドの高い親父さんの経営する鳥屋と、その鳥屋に鳥を売りに来る謎の鳥師の話で作者のユーモアのセンスが余すことなく発揮された代表作である。今度を進むは完成度も高くシリーズ連作中の最高傑作と、 表した。作中の藤見坂は、マムシが多い、ヘビ山として描かれる。実際に作者が散歩していた場所がモデルになっている。構想は、作品が描かれる7から8年前からあった。かつてそれらしき人物が、おかしな場所で弁当を食べている姿を、作者自身が目撃し、それが創作のヒントになった。鳥氏がヘビ氏の手でマムシをすべて追い出してしまうエピソードは、 作者が鳥に関する書物から引用したものである。作中に登場するヘビアの駆動のモデルは作者がカメラ売買をしていた時に取引していた実在する人物であり、告げ吉春日記にも登場する元ヘビッである。作者との初代面は作品発表の4年後になる1979年7月24日。本名は加藤で 痩せて小柄な当時70歳くらいの老人であった。加藤は、蛇酒を密造した後に、古物商に転校した人物で他にも同作者のカメラを売るにも登場するほか、告げ吉春日記にも実名で登場する。作中に登場する地名、富士見坂は蛇山として描かれるが、調布の作者の自宅近くに、マムシが多く生息する、蛇山と呼ばれる場所が実際にあり、作者は、 よくこの場所を散歩していたらしい。しかしながら、ストーリーは全くの創作であり、実在する場所を意図的に使っていることに関して、作者自身によれば、後で研究家が調査しやすいようにとのサービス、とのことである。次はリアリティにこだわるため、作品の多くには全くの創作である作品にも多く実在する地名を使っている。また、ヘビが登場する作品としては、 蛇が重要な役割を演じる沼がある。作品は、うんちくを語るためのセリフが多く、ページ数が足りず、大駒を使えず苦心しているが、絵に密度が高く深まりも出ており、緊張感が高い。自伝的な作品にし、観念が肥大することから、すげ自身の言葉を借りれば、すごい疲れ方であったらしい。時代は、現在を想定しているが、 描かれている絵の雰囲気から昭和30から40年代を想定しているであろうとする批評がある。ラスト近くの大割りのコまでそこまで顔を描かれることのなかった鳥氏が水門の上からマントの翼を広げて空へ飛び立ち鳥屋の親父がオラも連れて行ってくれと叫ぶシーンは圧巻であると評する人がいる。メジロスケ川は競輪上りのいつも後6足か鳥のいない鳥屋 アンハラコトリ店を訪ねた。ウグイス、ヒバリ、メジロなどの飼育の面倒な和鳥ばかりを扱い、未だに霞毛などを売っている。時代遅れな店だ。客の姿すら見たことはない。妻に家出され、時代に背を向ける主人に、スケカーは共感を覚えていた。主人は20年前に出会ったという謎の鳥氏の話を始めた。 彼の捕獲した目白の声は素晴らしく深山遊国を彷彿させ、移して振るわせ、魂を揺さぶるほどだった。鳥氏がいた頃の鳥屋は噂を聞いたクロートシュ衆が集い、主人も得意の絶頂だった。しかし客も鳥氏もいつしか姿を消した。ある雨の日、鳥氏はひどく弱って白鷺を売りに来たが、主人は断った。それから四、五日して河原に出てみると、 鳥氏が水門の上でうずくまっていた。それは最初に見た時と同じように鳥のように見えた。親父さんはこれは飛ぶぞと思った。飛べ、飛べ、飛ぶんだ。親父さんは叫んでいた。鳥氏は黒く大きなマントを広げ鳥のように飛び立った。親父さんは胸が熱くなり涙をボロボロこぼしながら叫んだ。オラも連れて行ってくれ。このごろ。 次げは50代を目前にして、老人の仲間入りをする支度に取りかかるべく、石に関心を寄せているふりをする。それが結構楽しいという。そこから生まれたのが河原で石を売る話を中心とした、無能の人シリーズであった。この鳥氏は、その第3話である。机に向かい仕事をするのは、非常に辛く、気力も根気もなく、に、 三個枚描くと横になるという調子であったため36枚のこの作品の完成には28日間かかっ。元来、絵を描くのは早く水木茂の手伝いをしていた頃には、重宝がられたが、この頃になると父としてはかどらないのは、念のために創作意欲が衰えたのではないかと感じる。ありがとうございます。